不安にスキルレーティング65点パーフェクト取れるかな。黒子先生頑張ってください。1フレーム満点で13点の5フレームですね。65点、張り切ってどうぞ。ワニスキルレーティング65点、パーフェクト。はい、はい、10個の球を落としていくんだけど、はい、最初の7個は、好きな球から、はい、残りの最後の3つを、番号の低い順に落としていくっていう、はい、ゲームですね。で最初の7個が1個1点で、あの順番通りの3個が1個2点と、はい、最高で1フレーム13点取れると。これちょっと失敗ですか。いきなり失敗してますね。まあでもどれでも取れる。 6番か9番かあるのかな。そうですね、多分ね6、9、7のあそこの真ん中に出そうと思ったんじゃないですかね。なるほど。6ないんじゃないですか。あるんですか。9出してますよ。あ、ちょいカーブであったんですね。はい、そしてどうですかね。10いって7に当てる。あれ最後の5個でしたっけ。最後の3つですね。3つですね、はい、ってことは、うん、今もう順番を今考えてるんですか。そうですね、そろそろ考えないとな。だ最初のうちはこういうトラブルをまずなくしといて、今考えてますね多分ね、どれがいいかなと、はい、これだったらあの1と9が嫌だから多分どっちかを今のうちに入れといて。そうですね、どうするの。これ4、5、4、5ポンポンですね。4、5はポンポンだから残すんですよね。ああそうですね。あ今7いって、そして何ですか。じゃあ7いって1、4、5、9ってことですか。じゃあ理想なんですかね。9いって1、4、5か。これだから9から1に出しミスったら4、5、9だったんじゃないですか。だから9の出しが9から1出せなそうだったら9を最後に残すみたいな。第2の案まで考えてたじゃないですか。なるほど。4、5はまあセットにっていう感じですね。なるほど、うまいですね。うまいです、うん、早いですね。そして最近ね、この前なんか試合出てましたけど全然球入れてなかったですよ。え、そうなんですか。これぐらい入れてればそう負けないんですけどね。いやそうですね、入れてれば大体負けませんね。いやと大体入れないんですよ試合であいつね。今ので13点ですね。これを、はい、5フレームやると。5フレームパーフェクト取れるかっていうチャレンジですね。ブレイクはボーラードより強いんですかね。ちょっとどうなんですか。あ、いやボーラードぐらいですね。ボーラードぐらいな感じですか、うん。大体この人はボーラーがこれぐらいのスピードでついてる、はいはいはい、あそこに3連星を作って、はい、ジェットストリームアタック2、9、5かな。 すごい綺麗です。まあいかないですよね普通。普通ジェットストリームアタックいかないです。残しといた方がいいんですかね。トラブル次第ですかね、まあ、でもあれ俺行くのか。ジェットストリームアタックいきなり、そうだこれはジェットストリームアタックじゃないかっていうことなわけじゃないです、ね、違います、ね、違います。5じゃなくて、あの3がやっぱりちょっと3と10がね、10が3がいることによって取れないですもんね。そうですね。あと僕的にはこの 4紫の位置とかすごい微妙で嫌ですけど。そうですね、4、7、あ、ここでまた4がどこ取るのか問題が出てきましたね。4サイド、上のサイドあんのかな。上のサイドありそうですが、なんかちょっと出しか気を使いそうに、ね、上のサイドなかったらもう難しいですよねこれね。はい、これやっぱまた残り6個で今ちょっと考えてましたね。そうですね、まあ、残り6個ぐらいで考えてますね彼はね。10いってこれどうするのかね。当てましょう。これ7を止めたいぐらいですね。え、1いくの。1、7、4、5、6、え、止めます。止めれるの。止める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 、うん、どういくか考えよう。これだから狙ってるよ ね、 あれね。1狙ってるんで1だとして、だから4、5、6か5、6、7か、いや
これ1行くってことはもう次4か7だと思うんですよ、はい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 、ということは、はい、5、6、7、考えましょうって5、6、7じゃないですか最後は1、4、5、6、7、行ってみましょう。これどうしますか、これ考えてて1行かなかったらほらちょっと話が違うよ面白い話が違うよちょっと待ってよ、これ新しい話が違いますよ今考えてる。なんか難しいんだろうね、珍しく考えてるね、こんな考える人じゃないからね。1位行った時の4、7への振りが、あ、6行っちゃったよちょっと面白い、え、でこれが4か7どっちなんだ、やっぱ4が難しかったから、あ、違う、6の1、4、5なんだ、なんか思ってる難しい、ね、難しい取り方です。でもまああれだよね、ほぼほぼ全部ノークッションっていうか、ちょんちょんちょんってついてるだけだよね。あ、だから今最後1と4の関係性、うんうん、この方が取りやすかったってことか、うん、面白いね、むずいな、悔しいな、当たらない、当てたいね、当てたいね、当てたい、最後の5個当てよう、これこれ楽しい、最後の5個で当てるんですか、最後の5個でいいんじゃない、よし、うん、これで今2回目だね、正解できる、2回目ですね。まあでも簡単な味だったら結構わかると思うんだよ、はい、これ僕若干ルール忘れたんですけど、外したら終わりです、外したとこまでに取った点数ってことですよね。でだから Q スキルレーティングの簡単バージョンってことで、うん、まあ、練習になりますんでね。さあこれはまあ綺麗に散って、トラブルはないですね。サイド前に穴、ね、2つあってすごい簡単ですね。ああ綺麗ですね、うん、で10番も8行った後に取れるから、だからもう7、8、10なんじゃないですか、これは7、8、10、うん、まず一つ目全然違いますね、3なのかな、 3、まあ、3と10をまずどうにかしたいですからね、はいはいはい、こういう時は遠めの球、はいはい、お、なるほど、8を使わずに10をこうクリアするという、で多分温存ですじゃないですか、オレンジ5番ですね、そう楽ですもんね、もう左側に出しちゃえばサイド前がいるから、あ、そうか、うん、行ったり来たりがやっぱ大変ですもんね。これで残り6個、次入れたら、もう次入れたらもう自分分かっちゃうだろうな、これは、さすがのタックンでも6か、うん、もうこれ簡単だね、え、これ簡単じゃない、簡単じゃない、はいはい、ストップ、はい、これだってもう今ここに止めたということは、まあ、ほぼほぼ1位ですよ、まあ1だよね、で1の、いやでもこれちょっと待ってよ、うん、1の次が、うん、これあれ か数的には8と9が、あ、そうだごめん、そうだあれだ、ポーラードじゃないんだ、番号順なんで、番号 あそこ何番、これ真ん中2番、2489が残るわけですよ、 1入れたら2489か、ってことは1の次に8じゃない、え、8行って249か、4行ったら289でしょ、4行って289かな、14289、え、どっちだろう、どっちもあるな、いやでも間違いなく4か8なんですよ多分1の次、うん、どっちのがリスクが少ないからみたいな感じかな、いや僕だったら出たくとこ勝負ですね、1のあとこれ18249でしょ、やっぱりだって4から9が簡単じゃん、8から9難しくない、 8から9むずい、ね、4から9の方が簡単だから多分そうか、じゃあ18249、よし行ってみましょう、これはもう簡単だろう、引くのか、ワンクッションか、ワン、これ最後の6個かね、6個あれ全然違う、え、これ4、9248じゃない、あれ9いったよ9いって、あ、もうサイド穴前を残しちゃおう作戦、簡単だね、安心しよう作戦、248、うん、外れたね、あ、でも確かに
これ一番最後安全な気はするな、ね、これ用のフリーサイドミスしなければね、はい、確かに2番入れればこっちのりになるもんね。確かに確かに、この人うまいね。いや確かに今の正解だな本当に。そして外れますね。外れるね。え、むずいな。むずいね。5個で外れるってないよ。6個でだって3つ決まってんだからさ。ね、6個で。いや5個っていうかもう最初の2個どれかってことですよね。そんなのも当てられないってどういうことよ。そんなに難しいのかなこれ。今3フレ終わりました。そうだ、あと2回よ。あと2回当てたいね。いや当てれるかな、なんか自信なくなってきたな。これはあもっと手玉が今回あんま真ん中にいない。そうで、で今回ほらサイド前に穴が頭がないからさっきよりは難しい。10番とかあすぐ取れてよかったねこれね。確かに10番が難しくて6も嫌だよね。次6いくんですか。あと3かな。3も嫌だね。3嫌です。6いって9か8とか。そうだね。でも9いってもポジション出せないよね次の頭にね。9か5か、なんだ5に出したのかな。ちょっと足んなかったのかね。なるほど。9ちょっと縦9ですね。手で動かしてる可能性あるよね。ありますね。あんなストローク踏みながら左手でいけるんですか。かなりのスキルですよそれは。あ、いい16のあと2個。これ3番をいついくんだろうな。いや3番いかないとね。でも今はどう見ても7か8ぐらいしかいけないけど、でも3番は多分下通ってないよね。下のサイド通ってないですね。上のサイドはありそうですけど、うん、7を止めて3いけんのかって今考えてるんですかね。うん、といって他に行く球もなんかあんまりないしね。どうすんだろう。3残っても嫌だしな。ねえ、まあ、でも2、3って残ればポンポンっていけるけど、あ2番に厚く出れば、うんうん、悩んでるね。悩んでますね。結構考える人なんだね彼はね。今回まだ7個あるけど悩んでますね。やっぱこう9ボールと違ってさ取り方がさすごいいっぱいあるから、その中でどれが一番いいかなってこう考えるのが大事だね。あ8いった。8いきましたね。引いて7に振りを残したかったんだろうね。多分熱かったんだろうねさっき。でこっち振りにして回して何1か3か3に出すのか。3に行ったんじゃない。ちょっと止まらないとストップストップ。これ3に行ったっぽいな。ちょっともう次1、2、4、5のどれかだね。これむずいね。え、これもう今3じゃないですか。3だよ。それは間違いないね。ってことはもう4個みたいなもんですよこれ。4個みたいなもんで。どれをこの外れることあります？ね。3がちょっと振りあるっぽいんで。まあ僕はもう分かりましたよ。もうついてる本人ですからもう大丈夫です。もう分かりました。3がちょっと振りあるっぽいんで。え、これでも1の後2が行きやすいから。1、2、4個。え、ちょっと待って、これ3の後を。分からんな。振りもね、どんな振りになるのかがね、分かんないからね。3の、1に出しやすいやつが5なのか4なのか、分かんないな。3、4、1、2、5じゃないですか。3、4、1、2、5。あ、まあ、あるね、あるね。これさ右上でさ実はさ1番上のサイドに取れたりしないのかな。あー、ありそう、ね、え、そしたら3-1になっちゃうと3-1-2-4-5じゃないかな。あ、2-4-5か。2-4-5確かにイージーじゃない。4止めれば5サイド。確かに。あ、それだ。多分右上だと思うんだけどな。3-1-2-4-5だ。いきます。やっぱそれ本人だから当たるよ。ほら、あ、上っぽい。ほら、右入れてる。1に厚く出して、ほら。あ、本当だ。1行って2行って4号。ほら、これ簡単。へ、え、ぇ、ー、
なるほど。ストップでもいいもんね。確かに当たんないね。当たりませんね。だ相当難しい取り方をしてるんでしょ僕は。そうだね、こうやって簡単でしょ。はい、5番をだってもう左下のコーナーしか見てなかったよ。あの位置なの。そうでしょ。そこなんでやっぱり簡単に取れる。2をサイドに行って5を遠いコーナーに入れる苦しいビリヤードやってます僕は。君ほどの頭脳を持った男がだよ。なんでもっと簡単に取らないの。難しい。もうそれ最後の1問ですよ。やばい、正解できない。まあ、配置でも5個だったらねできそうなもんだけどね。できそうだし、なんか最適解はありそうですよね、うん、結構、うん、まあ、ちょっとね立ってみないと分かんないっていうのもあるからね、はい、その場に立ってみないと何が分かんない。1個入ったぞ。1個入りましたね。9が1人嫌ですね。あ、やっぱ最初に取っちゃいますね、そういうのはね。あ、一番右にいる子、はい、で入れ位置で1が多分取れるから9、1、1でから、あと7がちょっと嫌ですね。今のところサイドしかない。7だいぶですね。今行きますかね。どうですかね。いや今じゃない。これ3か。7いつ行くんだ、ね、5今ここで5、7って感じですけどね。3行って5、7。あ、そうか、今5、7行くんじゃないですか、ね、5、7じゃないですか。やっぱ3じゃねえよと。まあ、5番がいて7番はもうサイドしか行けなくなっちゃいますしね。これね、あのサイド取らなくてもコーナーも行けるからね、7番ね。はい。あれ、やりすぎたんじゃないですか。今6個ですよ、今6個ですよ。次は3か。さすがに3だろ。やばい。3行って残り5個か、まあ、これどこに止まるかだ。3行ってここに止まって止める。見えないよ。見えないよ。いやちょっと、だ早いよ。ついてるよ。どうすんだよ。ちょっと戻そうよ。うん、戻しますよ、うん。ここでいいじゃん。うん、今もう完全にこの人6行こうとしましたよ。あっから6じゃないやつはないんじゃないですか。うん、じゃあ6行ったらもう次、何もう簡単じゃん、これ。え ?6 行ったら何よ。6行ったら、6行ったとしたら、わかんない、まだ構え直すかもしれない。いやちょっと待って、6行だってこれ7もあるよね。6は熱いっすよね。でも、うん、6は熱い。6から出せる球って4ぐらいしかないイメージなんですけど。確かに。だから6行って4行って7、8、10じゃないですか。まあそうだよね、どう考えてもね、これね多分、うん、行ってみますよ。あんな速度で6構えられたらちょっとね止めれませんもう決まってたんだろうね、もうすでにね。そして研修でつながるかな今。決まってたんだから今。4行ってもうポンポンで8への振りだけですか、うん、注意するのは問題ないです、ね、ちょうどいいとこですね。面白いね、これ面白いです。あの残り5個どこ行くんでしょうか、はい、クイズみたいな。これもこれで終わりでしょ。これで終わりです。ちょっとこれ僕の場合バージョンもやっても面白いかもしれない。そうだね、今度やってみよう。どう取るんでしょうかみたいな。ちょっとやってみましょう。ここまで行くかどうか確かに。これ最後なんかワイン君喋るでしょ。はい、喋ります。いやー、さすがですね、黒子先生、バッサリパークしてですね。やばいね、これで、練習になりますか。最後の、ね、3つをどのように取るかというね、皆さんもぜひやってみてください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。